マイクラカトライブは、一度で正しい車両が見つけられるよう、車両の特定に柔軟性と正確さを提供します。マイクラカトライブで、車両を特定する方法をいくつか見ていきましょう。このフィールドには、番全体またはモデルコードを入力できます。お住まいの地域で利用できる場合は、ライセンスプレートまたは登録番号を入力することもできます。 ここで検索ボタンをクリックするとマイクラカトライムが車両を特定し全ての主要カテゴリーそしてその他の情報を表示します次に万の一部を入力して車両を特定することもできますではその方法をご説明しますこのフィールドに万の一部を入力して検索をクリックしますこれにより マイクラカトライブが車両を特定します。この画面上には車両座を焼くバーがあります。このバーはマイクラカトライブで部品の検索中、常にユーザーをナビゲートします。マイクラカトライブの役立つ機能に番の履歴リストがあります。このドロップダウンリストの矢印をクリックするとマイクラカトライブが過去に入力した場の 最大40まで表示します。ここでは、番番号ではなく、カタログ検索機能を使って車両を特定することもできます。この場合、ドロップダウンリストから情報を選択するだけです。カタログの読み込みが終了すると、ここに表示されているドロップダウンリストから選択することで、より多くの車両情報を入力することができます。 部品を検索する際、入力情報が多いほど検索結果は少なくなります。車両特定のもう一つの方法では、車両インデックスを使います。ここでは、車両画像を一つクリックします。このアイコンをクリックすると表示がリスト形式に変わり、このように車両を選択することができます。最後に、 車両フィルターを使うこともできます。車両名称の最初の数文字を入力すると、探している車両が絞り込まれます。全車両表示に戻るには、バックスペースキーをクリックするだけで絞り込みが解除されます。車両を正確に特定することで、マイクラカトライムが車両に合わない部品をフルにかけて自動的に選別するため、部品選択が迅速かつ正確に行えます。